皆さんこんこにちはでございます今回ですね新製品となるニコン Z8 こちらをですね購入しました <laughs> そら買うでしょうというところで、まあ、Z8 の8なんですけどもう理由はあのシンプルでございます。 えー、カメラとしてですね、えー、高性能ってのはもう分かってるじゃないですかあの、Z の Q っていうものをギューってこの中に詰め込んでくれてるんでね、Z の Q を詰め込んでくれてるんで、性能はもう最強であるっていうのは、まず1つ目、でもう1つは、機、えー、動力がやっぱり素晴らしいっていうのを、えー、ここ1週間、2週間ほど撮影に利用する機会をいただきまして、めっちゃ実感してるんですね、あのカメラバッグにストンって入る、もう、おお、これ Z8 やったみたいな感じですし、あの他のカメラもあるんです ですけどちょひと間り置きぐらいなんでもう全然違和感なく使えますし複数台持っていく時の,その基本動きながらの撮影が多いのでやっぱり機動力っていうのは大事っていうところで総合力がものすごく、えー、素晴らしいと。 なので、一つ一つのポイントも確かに Z の8っていうのは素晴らしいカメラなんですけど、なんか総合計をして総合力で高いカメラやなというところで、まあ、購入を、まあ、決定したというところで、数多くの、これはちょっとね、あのー、わかるっていう人といや、そう言われても響かんなーっていう二つに分かれると思うんですけど、数多くのカメラでの感動体験っていうのを私は えー、一眼レフで学ぶことが多かったんですっていうのもやっぱりそのカメラの凄さっていうのを一眼レフの、まあ、進化とともに、まあ、その年齢的とか経済的なお財布的なアルバイトで買えるカメラって限られてたのでなのでその一眼レフのステップアップとともに感動とか学びを得てきた世代なのでこの Z の8っていうカメラがそのミラーレスっていうもう比較的できた 出てきた時からある程度優秀ででステップアップしていったとしてもやっぱそこには別メーカーさんの、まあ、ベンチマークがあってそこと比較してあこのカメラあのカメラに対して、まあ、あのカメラですは S 社さんのあのカメラに対して N 社さんのねこの N 社さんのカメラがどの程度、まあ、ギャップが生まれてるのかっていう見方がやっぱ多かったんですね物差しがある上での見方が多かったんですけど今回は物差しが、まあ、他社さんも確かにそうなんですけどどっちかっていうと Z-9 Z-8 と、Z、8を比べてどないでしかっていうのが私の中で大きくて Z の9は確かにフラグシップでも別格 Z の8を使った上で Z の9を使った上で分かることはやっぱ Z の9フラグシップと名乗れるものは別格これはもうあの事実としてありますでもじゃあ Z の8が力不足かっていうとそういうわけではなくて Z の8には十分あの力量と言いますかパワーはありますしえ利便性は高いとかつそれをこの筐体 にっていう総合力の高さで一眼レフで学びとか感動とかいろんなその経験を積んできた私からすると Z8 はジマさんにシンプルにドンピシャでしたっていうだけの話なんですけどポートレートであったりとかね野鳥であったりとかスナップとか風景であったりとかいろんなその撮影種類を撮るんですけどもどの撮影においても。 あるじゃないですかポートレートには強いとか逆に野鳥にはちょっと使い勝手がいまいちとかで、ね、まあ連社性能であったりとか逆に、えー、連写性能とかはすごいけど瞳栄譜とか顔認識とかその色合いの表現のところでポートレートにはちょっと難しいかなみたいなカメラとかいろいろあるんですねカメラにとって得意不得意とかがまあ、あったりするんですけども不得意というか 得意やしできるっちゃできるけど他のカメラの方が得意やんねっていうものがあったりするんですけど Z の8はもう全体的にあのアベレージめっちゃ高いですもう全体的にそつなくこなしてくれてさらっと、えー、仕上がってしまうというのが Z の8の高いパフォーマンスの一つかなっていうふうに思いますで気になってた正直 バッテリー周りやっぱり一眼レフの D750D750 っていうものをメインで使っていてその中で何て言うんですかそのミラーレス特に最近は ENEL15C になって確かにそのバッテリーライフっていうのはちょっと伸びたとは言っても一眼レフに対して、まあ、多少は気になるところはあるとで Z の8っていうのはこの Z 9の9のパワーをここに詰め込んでいるので、まあ、どちらかというと、まあ、過去の Z シリーズに比べて まあスペックカタログスペック上ではバッテリーライフっていうのが心配されるところもあって私自身も心配は多少してたんです、えー、ミラーレスでまたあの電池チラ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 バッテリー残量見なあかんようになるんかなって思ってたんですけどまあまあまあここ数日だいたい毎回4000枚ぐらいは撮るんです、まあ、2500から4000ぐらいは切ってるかなっていう感じなんですけども大体いいバッテリー半分以上はどの撮影でも残ってました なので、自分の使い方としては、全くもってバッテリー一つ満充電であれば、まあ、予備持っていった方が確実です。で、動画っていうものは備え回さなかったので、うん、まあ、十分かな動画を回したとしても、まあ、予備バッテリー一つあれば、私の使い方であれば、Z の8の ENEL15C っていうのは、もう十分、あのー、実用的だったなと。で、ENEL15D とか、まあ、その、 最適化されているっていいるるっう世代があるのでもしかしたら Z の8の2型とか出た時に ENEL15 の D とか E とかが出てくるかもなんですけどもうんまあ全く問題ないかなと。なので後継機が Z の8に出てきて逆にその バッテリーライフが下がるっていうことはあまり考えにくいので Z の8の2型がもっとごっついキロ積んだらわからんですけどもめちゃくちゃ電気食うやったらわからないですけど基本はそんなことはないと思うのでまあまあ問題ないかなとで確かに D780 に対しては D780 とか D750 の時でも基本バッテリー見てませんでしたわまあ大丈夫やろっていう信頼があるんでこの何時間での撮影で何千買ってやったら大丈夫やろっていうもうその培ってきた信頼というか実績というかこれぐらいは持つっていうもの あるのでもう安心してたんですけど Z の8はまだちょっと大丈夫大丈夫っていうご機嫌伺いながら撮影してたんですけど、まあ、確かに電池マークはちょいちょい見てましたでもまあまあ別に Z の9を除いてですよフラグシップの Z の9を除いてミラーレス全般に言えることですけどまあ電池の減りは多少レフィニッキーに比べると確かにまあちょっとポンポンポンってゲージ減りがちですけど別に電池切れには ななったわけではないとで何より購入の決定打になったものは時間です時間であ買おうって思いました何の時間ってなるじゃないですか撮影時間がキューで,きるんで,すよでかっていうと撮影効率めちゃくちゃええから。 バッチクソとか言ても、えー、優秀なカメラで、えー、効率よく撮れるのでもうバッチクソ撮れますっていうところがあって撮影時間がばらつきはあったんですけどあれえもう上がってええよねみたいな感じで大体30分から45分1時間まではちょっといかなかったんですけど30分から45分ぐらいはいつもの、まあ、これぐらいの時間かかりますよねっていう確保している枠が結構 結構余りがち普通にコーヒーゆっくり飲んでお話しする時間があるぐらいっていう30分から1時間ぐらい短縮できてた毎回の撮影でしかも撮影種類問わずこれがあ Z の8ってやっぱそういうとこあるよねって多分1枚1枚はほんま。 他のカメラと比べて、ほんま数秒なんやと思うんです。切り上げるスピードっていうのが。パパパパって撮って、あ、もう何枚か撮ろうかなっていうのが特になくて、まあ、パパパ、はい、パパパ、はい、パパパ,パっていう、そのワンカットワンカット、ワンシーンワンシーンごとには多分1秒とか2秒とかの違いやと思うんです。だって自分がそんな実感してないんですもん。いつもと撮ってる時に感覚一緒やから。でも、最終的にじゃあそれが、えー、っと、 多分50とか100カットやったらそんなに違いはなかったかもしれないんですけど2500から4000カットぐらい撮るっていうボリュームになってくるとその1秒2秒とかの差が4000回繰り返されるとあ30分ぐらい縮む分かるなっていう感覚があるんですよね。で、そううなっっててくると、と、じゃああれ高はっていうとまあ、十分、あの、 オーートフォーカスで、十分あのれますので,でオートフォーカスもあの先日かなお伝えしたあのカスタムボタンの設定あったじゃないですか私がこういう風に Z の8使ってるっていう 3D トラッキングとオートエリア F と、まあ、組み合わせて親指 F とか使ってっていうこの取り方でやっていってであの画像チェックも再生のところね撮影した後のファンクションに2回みたいな形のやるやつをやってると めちゃくちゃゃく早いいですというとうころがあって、まあ、総合的に時間短縮できる時間短縮できるってめちゃくちゃ私の中では大きくてっていうのも1回30分とかであれば時間まいたね良かったねですけどそれが何回も何十回も何百回もこれから先あるって考えると30分の積み重ねってバカになりまへんよというところでいやこれはすごいなと。 いうところなんですなので30分とか1時間負けたら後処理に割り振ることができたりとかもっとそのなんていうんですか手厚い、えー、ご対応ができたりとかねするのでそういったところの時間を確保するためにも Z の8っていうのは優秀だったなと。なのでもちろん、あのー、過去の動画でね私が Z8 賛否両論みたいな形の動画でめちゃくちゃ再生されて嬉しいんですけどもあのねスペックがとか、えー、質量がとか。 価格がーとかバッテリーの持ちがーとかまあそのつつくとこは言うても業産さんありますわ Z の9の後に出てきてるカメラなんでねつつくこと自体はいっぱいあるんですけど別につついても Z の8の凄さは変わりませんで、えー、自分のまあ時間って命やと思ってるんで自分の命とも言える時間っていうものをあのカメラを介して短縮できる形でまあカなんていうんですかカん,ん 変換というか間接的っって言ったらいいかな間接的に自分の命を時間という形で30分1時間の繰り返しでこのカメラを使うことで買い取れるんやったらいや買うよというところでもうこのそのパフォーマンスとかいろいろとかなんかうんぬんかんぬん言うてはいますけど実質あの時短につながったから買うっていうのがほんまの本音の根っこのところです効率化ができるからなんやろね新しいパソコンに切り替える あの感覚に近いかな書き出し動画の書き出しとかえっ、ー、と現像の画像ファイルの書き出しとかで30分とかがかかってたところが17分とかになったらおお早いやん別のことしようみたいななんかあの感覚に近いんですなのでカメラとしてのもうスペックとかなんかそういったところはもう信頼しきってるというかもう大前提として分かってるとでその上でじゃあえっと時間のところでどれぐらい貢献してくれるかで思ったより貢献してくれたって ってのが自分の中での大きないい意味でのギャップですね。で、こ,うもうこの時間を変えたっていうのがもうこの一言に尽きるかなって思うんですけどもちろんこの表現っていや、ジマさん、Z の Q でも半1年半ぐらい前からできてたよ。まあそうですよね、できてましたね。おっしゃる通りでございます。ただ、日常使いに持ち出せるカメラ含めて。 ってていいう風に考えていくとまあ撮影を効率化できる点で Z の8っていうのは新たな日常使いっていうところに Z の9の中身を持っていけるみたいな形のコンセプトで出てきているっていうのを考えると Z の8っていうのはものすごくあのいいカメラだなという風に感じてるんです。もちろん Z の9を日常使いに使っている方であれば「いや Z の9持ち出した絵だけの話しちゃうん」って言われるんですけどどうしてもやっぱり個人的には そのの切り分けたいんですよねあのごっついゴリゴリのカメラとめっちゃ気楽なもうスマートフォンでもええんちゃうと言われてしまうぐらいの、まあ、気軽な装備っていうのを切り分けたくてでその、まあ、ちょうど中間ぐらいにいるというか、まあ、どっちにも対応できるどう転んでも出番の多いカメラっていう形に なってきてきいるんですね、まあ、Z の8っていうのが一つの私の中の基準というか物差し、まあ、D750780Z の8っていうこのラインが、まあ、D850 もですけど D850 はちょっとなんか上の扱いが自分の中であるんですでそのなんかこのなんていうんですか物差しのラインに入ってきてくれているミラーレスの物差しのラインに入ってきてくれているかなっていうところがありますねでほんまに素晴らしいカメラっていうか Z の9の その大成功メカシャッターレスとか EVF の3000カンデラとかねあの x p ー d の7とか含めてえ Z の9の大成功を参考に、まあ、気軽な高級機フラグシップではないです高級機ですなので高級機として素晴らしいコンセプトのもと、まあ、Z の8っていうものを、まあ、ローンチイベントいろいろありましたけどちゃんとしっかりとローンチしてくれたニコンさんには感謝してるかなといいカメラ作ってくれてありがとうっていうところで。 ございます、ね、っていうのもえー、と今85の F1.2 がねついてますけど 400mm の F4.5 とかでね、えー、撮影行く時もあるんですけどこっちね。 このカメラにこのレンズもめっちゃ使いやすいんですよっていうのも結構購入の決め手やったりしますあの超望遠のもう任せれる相棒として Z の8っていうのはあこれは出番多いなと時間変えるし利用頻度が高いっていうのがもう自分の中で絶対っていうのが自信あるんやったらそれはお値段は決して安くはないですし勇気いる価格ですけどもでも長期的に見てニコンのカメラ5年10年平気で動くんでなので もう問題、えいやーで買うしかないかなというところでしたね。なので撮影機材ってまあ道具でもありますし、ガジェット系に近いじゃないですか、もう今のカメラ言うてもなんか電子機器ですよね、ほぼほぼガジェット系によってると特にミラーレス時代になってからというところがあって、ガジェット系ってまあパソコン周りのものもそうなんですけども、録画 機器ねこういう収録に使う機材なんかも含めてまあいるから買うっていう私シャーなし買うっていうこともまあ、数多くあるんですそんなに別に思い入れないけどいやあった方が話早いからシャーなし買うみたいなでそれが3万5万すなかなかするなみたいな形でシャーなし買うところがそれなりにあるんですけど まあ予算面をね、シビアに考えても、私自身、その、何回使えるから、実質無料みたいなね言葉は使いたくはないんです。実質無料。いや、お金出ていってるから、実質無料かもしれんけど、実質負担もちゃんとあるでっていうところがあるので、うん、あま使いたくないんですけど、まあ、決して安くないです。59万9500円やったかな。60万弱ぐらいするカメラですよね。決して安くない、かなり高額なカメラ。 なんですけどもこの値段のカメラを私びっくりするぐらい気分よく変えてるんですよああ買う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 ういいよいいよいいよ買う買うニコさん買うわみたいな感じで自分にも驚いてるんですこの金額のカメラって考えるじゃないですかいやーってでそれがまあ経済的な理由とか金銭感覚も含めてなんですけど Z の8に限ってはもう衝撃がでかかったんであ時間が短縮できるっていう。 で、効率がめちゃくちゃいいと。で、仕上がりがもう、まあ、絶対的な安心があると。ミラーレスですよ。ミラーレスで絶対的な安心があって、効率化ができて、しかも携帯性が素晴らしいと。で、移動の多い私にとっては、もう、ドンピシャだというところで、お値段は確かに、えー、かなり頑張る金額ではございますし、えー、一括では買ってません。<laughs> あの、しっかり分割させていただいております。じゃないと、もう、 請求見てギーなるんでねうわこの月何があったってなるんでちゃんと分割であの購入させて世の中には分割っていう便利なものがあるでもそんなに何十回っていうわけじゃないですよあの手数料がかからない程度の手数料も払いたくないタイプなのでもう1円でも払いたくないんで手数料うんみたいな感じがあるんで、あのー、手数料を払わない範囲で分割しているんですけどもそのまあ60万弱を気分よく変える Z の8っていうのはほんまに最高の製品やと思います金額の考えというか軸で、まあ、気分よく買える気分よく買えないっていうのはあると思うんですけどニコンはニコンはというか Z の8はもう金額の軸取っ払ってもう性能時間短縮っていう部分で気分よく買えたなーっていう決済エイみたいなねでくる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 ご購入ありがとうございました買ったーみたいな。 でその後で言うんですけど多分私発売日届くかん。 嘘、<laughs> 嘘ーってなってるんです。これちょっと後で言いますね。なんか Z8 めっちゃ売れてるじゃないですか。誰ですか ?Z8 売れへん言うてた人。びっくりしたわ、ほんまに。っていうところがあって、あのメール、ニコンダイレクトさんからピンポーンって買った後に、ご購入ありがとうございますって来た後に、Z8 お届けに関してみたいなメールがピッコーンって来てあの、なんか予定数より多く数多く予約入ってるから、あのもしかしたらあのお届けできるように、発売日にお届けできるように前、まあ、書しますけども、ちょっと遅れるかもしんないっす。 またあの納品日決まりましたらご連絡しますみたいなメールが来て「ええー、<laughs> Z の8売れてるやんどないしょまあええー、か待っとこうか気長に」っていうところが、まあ、あるんですけどこれはちょっと後でちょっと深く触れますねつまりあの Z の8っていうねこのカメラに関してなんですけどもえ、まあ、私の撮影スタイルにドンピシャっていう、まあ、理由が、まあ、一番でございますし 撮影時間の短縮っていうものがね、つ、え、な、ー、がってるとで。過去動画で私自身何度も皆さんにお伝えしているのは、機材は安い買い物じゃないですと。めちゃくちゃ高い買い物ですと。えー、機材一つ買うお金があれば、えー、家族で旅行行ったりとかね、えー、美味しいもの食べれたりとか、週末どっかでゆっくり過ごせたりという金額であります。経験を変えるお金でもあります。それぐらいの高価なものです。カメラとかレンズっていうものは、特に最近とにかくカメラとレンズが高い。 性能ががい,いのは分かかっとととるけどもとにかくカメラとレンズが高いなのでミスマッチはないようにしてください。でミスマッチして10万20万30万40万出してカメラレンズ買ったのに使わんなと週末使う予定やったけどそんない使わんしカメラわざわざ持っていかんなとスマホでええわみたいになるんやったらそれやったら鼻から10万20万今 iPhone14 とかが 容量によりますけど10万12万とかで買えるんでですよねでそうなってくるともう iPhone のめっちゃ容量でかいというやつとかなんか画面でかい ProMax みたいなやつ買う,買うてもうそれ毎日持ってる方が絶対価値高いんでなのでそういったミスマッチを避けてほしいんですカメラ買うって使わへんのやったらもう鼻から買わん方がよろしいともしくはもっとちっちゃいカメラ買うか えーとスマートフォンであるとか GoPro とかのアクションカメラのようなこれちょっとニコンさんに聞かれたらまずい話ですけどほんまはそう思ってますやっぱり消費者一人の消費者として買って使わへんっていうのは一番もったいないであの資産価値が上がっていくものもまあ メーカーとかブランドによってはありますけどもライクさんとかってありますけども基本デジタルガジェット寄りのミラーレスなんかは最新作後継機が出てくると値段っていうのは購入時よりは下がりがちなので買って売る時も大体まあ半値とかがまあ現実なんですねであればちゃんと お金稼ぐのも命なのでお金稼ぐための仕事する時間っていうのも時間をお金に変えていってるんで命を削ってお金稼いでるんですよねなのでそのお金っていうのは絶対ちゃんとミスマッチしないように買ってほしいなっていう認識なんですなので Z の8はマッチする人まあ私じゃなで言うかというとドストライクな人ドンピシャな人が買えばええかなというところですで逆に私はじゃあジマさん Z の8 えー、ドストライク率なんぼって言われると「いやもうマッチ率100%でございます」と「120%40% いや200%ですわと」とだって性能とかスペックとかサイズっていうので「ごめん Z の8」見てたけど実際撮影に導入して時間が短縮できるっていう思ってもないあの収入じゃないわ報酬ちゃうわなんていうの,あの恩恵っていうたらんか堅苦しいな,なやろえっ、ー、とプラスアルファの価値を得たので。 この Z の8っていうのはもうマッチン率200%でございます。でもちろんね、高い買い物ですわ。もう簡単に買えるもんではございません。えー、請求がどんどと乗ってきます。何ヶ月分の家賃ですかって言われるぐらいの金額のカメラなんですね。なので、もちろん家族会議にも、えー、と新しいカメラ欲しいですという、まあ、倫理を通しているんですけども、思ったよりスムーズに通ったんですよ。びっくりした自分自身。え嘘いいのかって。あ、ありがとう。なんか、 もっとうわー言われてその時にあの「いやこうでなああでなこういうカメラでな買いたいねん欲しいねん」みたいな話をするんかなと思っていろいろ事前準備していったんですこの動画をしゃべる台本の3倍分ぐらいの <laughs> どんだけ必死やねんっていう話なんですけどそれぐらい準備してたんですけどめっちゃスムーズに「あええんちゃう?」っていう話で通ったんですよ「えええの?」ってなったんですけどまあなんでって聞くと いやあんたが嬉しそうになんかこのカメラの話をしとるしみたいななんか久しぶりやんそういうカメラみたいな確かになーって思って <laughs> 最近のカメラっていうのは何やろね社に構えて言うたら申し訳ないけどもなんか評論家チックでも申し訳ないけどうんまああのカメラとあのカメラとこのカメラ比較したらこうかなみたいななんか評論家気取っとるよねみたいな感じでなんか面白くなさそうやとなんかまあ性能をチェックする目線で見とるけど な難しい話せんと単純にこのカメラめっちゃええねんすごいねん撮影しとって楽しいねんまあそれが伝わってくるからまあほんまにそうなんやろなっていう風に思うから勝ったらええんちゃうっていう話ですでもっと聞いていくとまあ機嫌よく私ですねあんたまあ私のことですあんたが、まあ、機嫌よく働くんやったら まあ、それに越したことはないんちゃう。機嫌よ働いてくれる方が助かるしと。機嫌損ねてなんかぶつくさ言うてね、いやいや働かれて、この機材がどうのこうね、こうあの機材使っとったらもっと効率よく取れたのにとか、ぶつくさ、その機材の話で、カメラとかの話でもこっち分からへんし、じゃあ買ったらええやんっていうだから話ないやから、まあまあまあ、家族サービスで還元していただいたら結構でございますという話になりましたので、えー、ちゃんと家族会議も。 えー、証人が降りりておりますのでよくあるなんかさなんかカメラ増えてないなんか見た目似てるけど増えてるよないや増えてないでこれとかこれ似てるだけやねんみたいなあのなんていうんですかカメラ ニコンのこの黒いごついカメラに関して勝手にしない間にカメラ増えてる問題でのごまかしっていうのはもう事前解決済みでございますだってこれごまかせへんもん <laughs> 形ちゃうもん Z の5とか7とか6とちょっと大きいもんで Z の9ともまたちゃうしで D780 とかともちゃうしなんかほんまに A 語でミラーレスと一眼レフをなんか融合してくれた カメラなのでごまかせへんのでもうそもそももも見た目ででねなのでもう事前解決済みでございますただ一つ条件があって Z の8を独り占めしたあかんでっていう話が出てて <laughs> つまり、えー、と使いたい時は、えー、私自身以外の、えー、ご家族もね、えー、使えるようにちゃんとあなたがレクチャーして独り占め専用にねこのカメラをっていう風にまあちょっとなんの事前の あの条件をいいただいております家族にちゃんとレクチャー含めて、えー、貸し出すとなので私が教えながらね横でこういうふうに撮ったらええよっていうふうに教えながら、まあ、貸し出すという形の話になってるとでメインはあの使っとってええけど使いたいという時は家族にちゃんと笑顔で貸し出すんやでという形で、まあ、今となっては D750 とか Z の5ってもう私の,の家族共有カメラになっちゃってるんです。なんか こうリビングに転がってるみたいな感じで誰でも使えるカメラみたいになっちゃってるんですけど、まあ、その側面が、まあ、Z の8が引き継ぐかなとで逆にリビングから Z の5と D750 が家に帰ってくるみたいな感じで <laughs> Z の8がリビング出張で逆に1台で住むみたいなねなので Z の5のミラーレスと D750 の一眼レフが、まあ、Z の81つで。 まあ賄ってくれるかなっってていう話になっておりますかなり贅沢というか豪華な家族共有カメラよね Z の8ってなるとでもまあそれで買うてええってね話が通るんやったらまあええかなとで不思議なもんで、まあ、私がね楽しそうにこのカメラっていうものを使ってると何やろうねその周りの人もやっぱ興味持つんですよねなので何なんそのカメラ新しいの何なんそのカメラそんなにすごいの何が違うんと 見た目はでかいしごついしっていう話があるんですけどやっぱりそのこのカメラすごいんやでっていう風にお伝えしていろいろ魅力をお伝えしていくと自然とまあファインダーあるんでねこう覗いておおなんかビビビビビビピってなんか点が動いとる点が動いとるみたいな追っかけと追っかけと怖い怖い怖いみたいなねでシャッターどれみたいなでなぜか知らんけどシャッターボタンここにあんのに録画ボタンを押してシャッターきれいんであそれ録画やわ録画こっち これ電源のオンオフじゃん。いや、真ん中に丸になるからそれを押してパシャ、あ、切れたわ、みたいな。で、その時に、ババババババって電車の20コマとかに沿ったら、ババババって切れてくるから、え、なんか切り落ちすぎた、みたいになる、なんかそういうね、あの、コミュニケーションが生まれるというのも、この Z の8は、他のカメラとちょっと違うかな、というところがあったんですよね。っていうのも、まあ、私のさじ加減でしょうけども、私が単純に、久しぶりにカメラに対して、テンションが上がってるから、何がそんなにおもろいのっていう。 話ですなんかめっちゃ楽しそうに笑っとう人に対してなんかええことあったんで聞くぐらいのまあその温度感なんですけどそれも結構大切な要因の一つかなというふうには思うんですよね。で Z の8が、まあ、正直なところあのー、私の周りカメラ詳しくない人いっぱいいらっしゃるんですけどもあのカメラに詳しくない人でもこのカメラまあ持ったらでかいし重いしなんか絶対高いカメラっていうのはもうわかるじゃないですか。 で、ファインダー覗いたらめっちゃ綺麗に映って、ちっちゃい点がうわーって緑で動いて、バ,バババババってシャッター切ったらめっちゃ撮れると。なので、そんなにカメラに詳しくない方だったとしても、いや、このカメラはなんかちゃうなと、別次元のカメラやなってのは、もう、どの方でも一瞬で分かりはります。うわー、これは携帯とちゃうなと、スマホとちゃうなというふうに、一瞬で認識できるレベルのカメラなので、もう仕事の日以外の、 場合おそらく私私の手元にはいないなでです私以外が使ってそうですそうれぐらい人気の,あの身内での人気のカメラになりそうなんですでまあカメラって私はそれでえ,えかなと思ってるんですなので独り占めするのも確かに大事ですけど独り占めしないっていうのも大事かなって思っててもちろんそれは仕事道具をね自分以外に 触れさせるものはいかがなものかっていう風なご指摘もあるとは思いますし、その視点が正しいことは理解しております。どういった撮影のタイミングでも、えー、自分のベストのまあ、コンディションを整えた状態で挑むっていうのが一番だっていうのは理解しているんですけども、 まあ私自身、その幼少期にね、いろいろな機材、カメラに限らずですけど、いろいろな機材とか、機械んに触れる機械をまあ親からもらってまして、それは小さい頃にいろいろ触るから壊すじゃないですか、でも壊しても特に怒られることがなくて、壊した,やったら直してみっていう話でねで、直せるわけないんですけど、でもいろいろ分解してねじ回して、コロコロ回してっていうのがまあ一つの思い出で,で、その中のコンパクトデジタルカメラに触れたのも、家族共有カメラやったんですよ。初めてカメラ、フィルムカメラで映るんですなんかも触ってました。 けど使い捨てのインスタントカメラみたいなのね使ってましたけどちゃんとそのデジタルカメラとして、えー、と手に持ったのはなんかデジタルカメラフィルムからデジタルカメラに映るっていう時にちっちゃい頃にデジタルカメラっていうものが家にあってでそれがクールピクスやったんですよめっちゃちっちゃいシルバーのか炭酸電池日本で動くクールピクスやったんですけどそのクールピクスも言うたら当時高かったんですよデジタルカメラやからね言うてもでクールピクスもその一つでまあ ちちっちゃいながらにもいつ落としても分からへんもうなんかもうどこ見てながら歩いてんの君ぐらいの年齢の時にまあ持ってたんですね触れてたとでその経験が結果的に今のこんなゴリゴリのカメラ触ってるような大人になったというところで、まあ、結果的につながってるんですねなのでそれが今回は私があの使ってみっていう だけの立場になったかなというだけでぜひあの Z-8 のっていうのをいろんな人にまあ、使ってほしいかなただ高いカメラやからそれは誰しもだけじゃないですよそれは身内ぐらいしかまあ、お貸しできませんですけども私のお気に入りのねカメラになるんでなので Z-9 のとか Z-8 ののようなめちゃくちゃ、A 最高のカメラこそ他のカメラも最高ですよ他のカメラも最高なんですけども一般の方がパッと思ってうわこれ違うなんかすごいカメラっていうのが分かりやすいすごいカメラこそいろんな人のまあ何やろうね60万のカメラを持った60万のカメラを覗いた写真撮ったって一つの 経経験験になるるるとと思思ううんんでででですす知識ももああし逆にじゃあ私が乗馬クラブであのお馬さんに乗せてもらったとかね、えー、動物園で何やろそのゾウさんにあのなんかリンゴを与えるとか,なんかそういういろんな経験の、まあ、比べたらあかんかもしれんけどいろんな経験のうちの一つとしてカメラっていうものがあってもええんちゃうかなっていうのは思うんです。なので間接的にスマートフォン以外で撮るっていうのもほんまのほんまのゴリゴリの機材揃えたらおもろいでと。 まあ大体のカメラっていうのはスマートフォンで十分やんって言われがちやけどゴリゴリのカメラはやっぱちゃうでというところをお伝えしておきたいんですよね間接的だったとしてもっていうところをうんまあお伝えしておきたいかなとでもう一つ言うとそのまあ自分が使う仕事道具以外仕事道具を自分以外に触れさせていかがなものかっていう話はあるんですけど私自身その叩き上げのこの経験の中で 自分のカメラっていうのもあのそのスタジオ A スタジオ B スタジオ C とかそのスタジオスタジオによって機材っていうものは全部用意されててでこれでこういう風に撮ってくださいっていうのがもう決め打ちであったんですねで記録メディアは常に今自分と一緒に動いていくような感じやったんですけども機材は全部ちゃうし設定も全然ちゃうし前入ったカメラマンさんによってはもう全然設定書き換えてはるしもう何やろね同じカメラ見た目は同じカメラこのみ同じカメラっていう形でドンってそのところに置いて テプラでバーって番号貼られてるんですけど毎回触るたびにもう中身全然違うカメラなんですよ。でそういった場でもパッて渡されて自分なりの設定にガッて秒でもっていってでバーババッて撮ってはい、あのー、お,くお願いしますって言って編集チームにパッて渡す必要があったんですよね。でそういったところで、あのー、経験をしてきているから逆を言うと別の人がちょっと触られて。 触りって変更しはって設定をね変更しはって自分の思ってる設定と違ってる状態で撮れへんなんて言わしてもらえへんかったんですよもうあのえカメラ担当やんねカメラあるよね持ってるよね設定が違うとかこっちは知らんカメラ持ってるよねジマくんカメラ持ってますね今はいスタジオ A のカメラ持ってますカメラ持ってるよね撮ってって言われてちゃんと撮ってあのこっちが求めるもん撮ってって言われて。 はいでその撮るまでのアプローチ方法はこっちは知らんと編集側は知らんとこっちは編集側は、えー、といいお写真がええー、状態で、えー、届けてもらったら笑顔になるし「なんじゃこれ」って来たら編集に時間かかって納品間に合わないんですけどってきつめに言うだけなんで「撮ってジマくん」って言われて。 だだけの世界だったんで、まあ、みんなもっと優しいですよ普段は優しいんですけどやっぱ繁忙期とかはそうなってしまいますどうしてもなのでそういったところを、えー、と経験しているからこそうんあのー、他の方が設定多少いじった程度で撮れへんなんて私は言えないです言わないですかつじゃあ具体的な方法としてですよニコンのカメラってね 設定メニューの読み出し、読み込みかなっていうのが、あの、あるんですよ。自分がお気に入りの設定一つ、設定ファイル持っとって、読み込みってすると、大体書き戻ります。シャッタースピードとか細かいところまでは、その都度変えなあかんのですけど、大体、i メニューとか、マイメニューとか、その後は何カスタム設定とか、そのあたりは大体一発で上書きできます。なので、私はもう安心してます。逆に言うと、ここ20年ぐらい使ってる全部のカメラの、あの、なんちゃらかんちゃら、 なんか数字が並ぶじゃないですか ns なんちゃらかんちゃら 011.bin ドみたいな設定ファイルは全部保存しておりますでそれが全部一つの SD とか二つの SD の中に入っててまあバックアップで持ってるんですけどだいたいそれでじゃあ全く知らんカメラがポンって渡されてもその SD ポンって入れたらあ 大体ニコンのカメラやった設定ファイル持って貼るので、私自身ね。なので、あ、読み込みってなって、で、たまに読み込むと、うわ、めっちゃ懐かしい、こんな設定で撮ってたんやっていうのがあるんですけど、今やったらこう撮らんかなっていうのがあるんですけど、まあ、大体自分の全くゼロの状態から、大体60ぐらいの設定には一発で持っていけるんです。で、そのと60から80、100っていう自分の一番撮りやすい状態に、その段階で60ぐらいからまあ秒で持っていく感じですね。で、入っておりますみたいな感じで撮ると。 いいう形でございますねというのがまああるので別に自分以外にまあ触れられても逆に全然触れてもらってない,いしそれでえっ、ー、と他の方がカメラに触れて私自身が撮りにくいなって思うとそれは私の勘が鈍っとるだけなので、まあ、そこは安心しておりますし個人的にはですよもちろんあの触れさせないのが一番でございます大事な仕事道具であれば触れさせないのが一番なんですけど私はもうそこをこだわる どこででではないないいっっててう,うに自分の中で思ってるの中思るもし <laughs> もっと言うとじゃあみんなに不教用の Z8 と自分が使う用の Z8 の2台あればええんちゃうって言われてしまえばそうなんですけどちょっと待ってとそんなに一気に2台買うで120万ドンって請求私カード通りませんわ <laughs> ってなるんで <laughs> まず一つ、まず一つ、他にもいろいろいるもんあるんでね、まず一つというところでえございます。で、買い時の話に移りましょうか。えっと、Z の8、いつ買い時もう私が今買ったから、正直言います、今が買い時ですっていうのがあるんですけど、理由を言っていくと、価格改定、単純にニコンのファンやから発売日速攻買ってねじゃなくて、価格改定のタイミングがあるじゃないですか、今回。もう入りましたけど、昨日かおとつぐらいかな、価格改定入りました。 で市場評価が正直、えっし、と、ょっぱなあまりよろしくなかったです、思った以上にね、私はもっとバーンっていくかと思ったけど、結構慎重派の意見が多かって、まあ、市場評価がですね、まあ、今の判断から見ると、まあ、正直なところ、後々絶対上がります。入り口が高ければ下がりがちですけど、入り口が低ければ、実際手に持ってみると上がりがちです。だって私が実際、入り口で入って、買ってるぐらいまで行くカメラやもん。 絶対評価上が上るってい Z の8っていうのは絶対評価が上がるカメラなので Z の8の賛否両論の動画でもお伝えした通り私のように言い方あれですよあの言い方あれなんですけど Z8 しかないんですよね今のところニコンで Z8 の代わりになるカメラはないんですよねまあ Z の9とかがあるやんとかまああるんですけどでもやっぱちゃうじゃないですか Z の9の方が優れているところもあるし Z の8の方が優れているところもたくさんあるので Z の8とドンかぶりの機種 Z82 が出たら分かりませんよ。でも今のところ Z-8 が 出ててこのスペックとこのサイズっていうのは Z の8しかないんです。なので選択肢は1つしかないんです。Z8 を買うか買わないかの1つしかないんです。なので Z の8一択なので、買うって人はもう買うし、買わへんっていう人は買わへんのですよ。まあ、もう一つ、買われへんってのもあるんですけども、それは買わへんに含めますので。なので Z8 一択なんで、まあ、売れ続けるカメラです。Z の8の2型が出るまでは売れ続けるカメラ。まあ、Z8 Z の,の3型がどう出てくるかによりますけどおそらく Z の7の3型が Z の8を脅かすようなスペックで登場してくると価格も跳ね上がるんで売りにくくなると思うんでおそらく Z の8は Z の8のラインで来ると思うのでまあまあ評価は後々どんどん上がってくると思ってますでこの Z の8っていうカメラは、まあ、よくあるパターンとしてデジタルカメラとして、まあ、20年ほどずっとその入門期からね触れてきている私からすると 経験から自信がありますこのカメラは値、ね、下がれにくい。で、このカメラは、えー、と後々値段上がる。このカメラは後々どん,どんどんどん評判上がるっていうのは今までのデジタルカメラに触れてきて、えー、もう自信を持って言えます。もう経験から自信を持って言えます。特に今回、付加価値というかまた、まあ、前提条件として入り口が厳しめの評価っていうのが一つのもっと言っちゃうとまあ上がりやすい理由があるんですね、評価が。なので、 あの絶対に上がりますすなのでで買い時は今ですでもう一つ言うと、えー、他社製品ですねというか、まあ、他製品ですねニコンの他の製品も含めて価格改定のタイミングがあったじゃないですかキヤノンもソニーも、まあ、上げていってでニコンがいつ上げるんかなーってなってちょっと半年ぐらい遅れて、まあ、値上げしたと今回価格改定入ったとでこの価格改定のタイミング的に Z の8っていうカメラは新製品ではあるんですけども まあ、Z9 の価格が69万円、ダイレクト価格で69万円ぐらいで、で Z の8が6、ん違う、Z の9が量販店価格で63ぐらいやったんかな。であの、過去一売れたフラグシップみたいな形で、私もマキエフラグシップ機やっていうぐらいね、Z マウントの凄さを世に知らしめるには入門機や中級機や上位機じゃない、フラグシップやという形でニコンさんが思いっきり、その、なんていうんですか、すごいシフトして大成功したカメラなんですけど、Z の九は、 違う側面で言うと価格のアッパー69っていうのがフラグシップで出てる以上45あたりに Z7 の7の2型今40ぐらいかな40万ぐらいで Z7 の7の2型がいるんやったら Z8 の8って、まあ、50か60で出したらみんな Z9 の9買うから5060ぐらいしかもうレンジの幅がなかったんですよね置く場所がなかったと。 なので今回この Z の9っていうのは77ぐらいかな80弱にジョンって上げてで D の6なんかも100万近くまでガンって上げたじゃないですかなのでフラグシップ機のアッパーがガッて上がったことによって Z の8っていうのが60のラインでストーンって入って Z の7の2型が40万前後でえっと Z の8が60弱で Z の9が えっと80弱なので406080ってラインなので私がその Z の8発表前にニコン価格書いて入ってまあどういう20万単位ずつぐらいになるかなっていう通りになっちゃいましたというところですまあでもなっちゃいましたというかまあならざるをえんかったよなっていうところにもなるんですねであれば価格が崩れることっていうのは Z の7の3型かっこ仮ですけどもがよほど Z の8 じゃなくてええよねっていう市場評価になるぐらいめちゃくちゃインパクトを出さない限りは Z の8のね崩れにはまあそんなにダメージというか影響力はないと思ってるんですね。で初値がすでに60万弱じゃないですか Z の8って。 そそうそう買えないですよねもちろん、あ、60万キャッシュ一括でポーンみたいな、それは大富豪様がいらっしゃれば、全く問題ないんですけど、私の周りにそんな大富豪さんいらっしゃらない、私含めてそんな大富豪さんいらっしゃらないので、まあ、やっぱり人間ってその経済圏とかレベルに応じて、まあ、類は類をよるので、同じぐらいのグレードというか、ま仲間同士になると思うので、60万って言うと、60かー。 っていうのが、まあ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 、私含めてみんなの反応ですよね。周りのね、私の周りの。で、そうなってくると、でもい、e、いカメラっていうのはわかってるんです。使ってみたいなっていうのはわかってるんです。でも、そうなってくると、中古市場含めて、需要は常に高い、強い状態が続きます。Z の8、60か40とかやったら即買いやけどな、みたいな状態がずっと続くと思います。で 加えて物価上昇が今あります、ね、で国際的な競争力に加えてまあ過去のそのなんていう私らが生まれた時みたいなそのね私らは知らんのですけど氷河期時代やったから知らんのですけど日本がめちゃくちゃ元気な時代ほど日本の国際的な競争力っていうものが期待できるのは正直この世代から見てもまあまあまあ昔のそのなんていうんですか大阪万博すごかったとか次の大阪万博もかん頑張るで言うて関西京都大阪神戸含めてねあの いや大阪でしはんのになんで神戸とか京都までこんな再開発してはんのっていうぐらいあの力入れて関西盛り上げとし,してはるんですけども、まあ、そんなに昔ほどその私らがのテレビで教えてもらえるような日本の競争力っていうのがごめんなさいねこ私が言うのも申し訳ないけど昔ほどみたいな大化けはせんかなってのは思ってて。 まあそれは人口のこのねピラミッドの形もそうですけどもやっぱり日本がやっぱり円高になるっていうことは短期的には厳しいんちゃうか円安は続くんちゃうかなというところが予想されているんで材料費含めて Z の8っていうのは価格が崩れる要素がある。 っていうところなんです。す Z-8 価価格格崩す必要ある価格ちょっとでも崩れたら多分 Z の9をお持ちの比較的そのカメラゴリゴリ勢の方々があ Z の8あサブキで買うみたいな感じで多分価格崩れる前に買い切っていくと思うんですよなので価格が崩れる要素が見込めないんです Z の8に関してはまあ Z の8の2型が出る以外は Z の8の2型が出たらさすがに崩れるかな入れ替えがあると思うのででつまり Z の9と まあ並ぶスペックであったりまあサイズはちっちゃいですけど並ぶ性能っていうものが詰め込まれててかつ Z の9がもう80弱に上がったというタイミングで頑張ったらもうちょっと頑張ったら貯金者ら手の届きそうな価格で Z の8っていうのが出てきてくれているのは1つのポイントです。でも Z-8 って 60じゃあ私がほんまにその学生時代に60のカメラ買えるかって言ったら絶対変われへんのでもうその手の届かないカメラのうちの一つです Z の9はもうあプロが使う,もうフラグシップゴリゴリのカメラあるらしいなフラグシップ都市伝説ちゃうかっていうぐらいの感覚から、まあ、Z の8はいや店頭に並んでたでふら触らせてもうたけどすごいカメラやわみたいなね、まあ、手の届かへん憧れのカメラのうちの一つかなと でこれは、まあ、その情勢的なもとも含めて、初値の価格が D850 よりもかなり強き、D850 みたいに30万とか40万切るんちゃうかみたいなね、期待も若干ありましたけど、いやいや、そんなことは難しいですわというのが現実突きつけられたんで、ごめんなさいね、私もね、40前後ぐらいで出てきたら嬉しいなって思ってたんです。Z の7の2型が30とかに値下がりして、Z の8が40ぐらいで出てくれたらめっちゃええなって思ってたんですけど、60! お っ <laughs> って思ったんですけどその D850 よりも Z の8っていうのは強気でまあ価格が出てきているというところからまあ複合的な理由ですよね先に買って使い倒して壊れにくいカメラなんでねそれこそメーカーシャッターレスなんでまあもうするところも備えないので、まあ、利用頻度でも割り算して考えてしまう方が賢明かなっていう考えで早めに買っちゃおうっていうところで購入を決定したと。 いう話をしつつ、具体的にじゃあ Z の8に関してですね、あの手の届きそうな価格でまあ、手の届きにくい憧れのカメラなんですけど、何が具体的な購入の決め手だったかっていうのをあんまり今掘り下げてないんじゃないですか、まあ、時間がかあの手にゲットできるとかいろいろあるんですけど、今回はちょっともう業務連絡です。ジマさん Z8 買うってよっていうほうれん草でございますあのほうれん草大事なんでねあの業務連絡でございますジマチューブは Z の8を導入しますそれだけの話なんですけどまあこの強調したい動画になるんですよね Z の8私買うっていうのをねでその理由はもう一つあって約5年ぶりぐらいにオンラインにはなるんですけどニコンファンミーティングっていうイベントが開催されますでそのニコンファンミーティングっていうイベントには Z の8発売記念っていうキャッチコピーもついているんですよね で、そういったイベントであることなんですけども、なんとですね、私自身あの、タレント3枠、出演者3枠ではないんですけど、後々また別動画で今日中に出します。あの、えっ、ー、と、間接的な立場として、この2個ファンミーティングにあ,のありがたいことに携わらせていただくことになりました。ただ、めちゃくちゃ間接的なので、もうほぼ、あのー、通行人 A レベルです。なので、私自身、あのー、イベント当日に、まあ、現地入りするのは現地入りするんですけども、 あの正直あの出なあかんのでこの週末なので今点手五枚で焦ってるんですねなので Z の8勝った理由3戦とか5戦とか1 0みたいな話をちょっとあの整理整頓する余裕がなくて私自身あの後々ねお伝えしていこうかなとなのでニコンファンミーティング後に私以外の視点の Z の8の魅力っていうものをファンミーティングのリアルな現場リアルな空気感から吸収しつつですね改めて私が Z8 を勝った理由を熱く熱く 熱く語っていこうと考えておりますのでこのジマさん Z8 勝ったってよっていう間接的なお話が、まあ、ファンミーティングのねちょっとしたえジマさん Z8 勝ったんやへー,うーんみたいな感じの、ね、盛り上がりにちょっとでもつながれば、まあ、直前までね静かにまあ黙ってたんですけどでも Z8 に関してちょっとね大事な話もあるんですでこれがまあ先ほどお伝えしていたその私おそらく <laughs> Z8 ね 発売日届かへんと思うもうこれはもう無理やろっていうところがあって売れすぎやん Z の8っていうのがあって私が購入したのって予約開始直後じゃなかったんですよあの Z の8すいません余裕こいてましたまあ大丈夫やろっていうね <laughs> あんたがそれ言うって言われてしまうんですけど まあ各量販店さんとかニコンダイレクトの価格まあどっちがなんぼ安いとかポイントどこの電気屋で買うたらなんぼつくとかでニコンダイレクトさんで買うたらなんか特典あるかなみたいなのを比較しながら購入しているまあ後発組なんですね。で今 Z の8のサイトを見てみると想定を超える大変多くのご注文があるという注釈が入っておりましてお届けまでお時間をいただく場合がございますという。 まあメッセージがあるんで、すねで私、冒頭お伝えしたメールですでにその内容をいただいております。あ、私、後発組やというところがありまして、まあ、この動画で言ってもしゃあないんですけど、まあ、ニコンさんにはね、ぜひあの私の Z の8の在庫分、もしくは確保できたとしても、その手配分はぜひの他の方に優先してお配りしてほしいんです。っていうのも、Z の8やっぱり、 触れれた人と触れれなかった人がいるじゃないですか。で、Z の8っていうのが、まあ、ニコンプラザなんかには、まあ、あったとしたとしてもですよ。ニコンプラザって主要都市にしかないじゃないですか。行くの大変ですよね。遠方の方で、やっぱり北海道とか沖縄とか、簡単にニコンプラザに来られないような方に、優先席に私の出荷分が確保できたんやったら、回してほしいかなって思ってます。で、まあ、ジマさん、それやったら、全然 Z の8回ってこんでって言われるけど、もう、それでいいです。だって、その、 先ほどお伝えしたいろんな方に分かりやすくいいカメラなんでとにかく触れてほしいというところがあります。で、私はありがたいことに Z の8のプロモーションに間接的にですけどね、関わらせていただいているので、目の前にも Z の8があって、撮影にも導入させていただいている経験があるんですね。なので Z の8がすごいっていうのはもう分かった、えー、買うよっていう話のレベルまで来ているので、十分理解してるし納得もしているんです。で、売れてるし、えー、予約分が在庫切れるって言ったらいいのかな、まあ、全部第1ロットが。 あの完売するっていいうのも嬉ししことやしね普通になので私自身数年前はそれはもちろん新しいカメラの入荷日っていうものを楽しみにしていた側ですけどカメラ届くかなっていうワクワクと不安な気持ちっていうのがあるのは十分理解してるんです私がだってカメラ買って届く日めちゃくちゃ楽しみにしてましたで発売日に届くか受け取れるかっていうのは楽しみにしてたんでその気持ちが分かってるからこそ是非 Z の8私の確保分が一つでもあるんやったら回してほしいかなっていうのは 思いますなので私の Z の8は遅くなっても全然いいですと。Z8 届かへんねんみたいなネガティブキャンペーンを私が SNS とかこの動画 YouTube なんかで通して言うことはまずないです。待ってるんです。楽しみですわ。はっはー言うてるぐらいなのでもうそこは安心してもらえたらなと。なので Z8 の8が、まあ、届くか、まあ、届くのが少し先になったとしても まあ言い方あれですけど、カメラいっぱいあるんですよ <laughs>。今あるレフ機とミラーレスで十分に撮影は楽しんでおりますし、それで叩きああの上げてきたその経験値と実際の自分が設定して一番道具として使いやすいようにもう設定しているので、自分の今のワークフローに何ら影響ないんです。プラスアルファ Z の8が入ると効率よくなるよねってだけの話なので、気長に Z の8は自分の分が届くかなってのもまあ待ちたいかなというところですね。今更ですけど、 特集ページにね、Z の8の特集ページにクリエイターズインタビューっていうところがあったようで、ここ私も乗りたかったなぁとふと今思ってしまいましたけど、ハードルは高そうですね。いや、ジマさん、あなたにニコンの新製品が語るにはちょっとまだ実力不足やでって言われてるような感じがしてね。でもいつか、間接的に後ろの方でウェイーて打てる人みたいに、まあ、映り込みたいかなってのは思いますね。 で、まあ、大事な購入先の共有なんですけども結局私あのニコン大冷凍にしましたっていうのも理由は量販店さんでね買うと例えばテンパーオフとかなんで60万59万9500円のカメラに対して、まあ、6万弱ぐらいですか値引き入って、まあ、54万とかでね量販店さん電気屋さんやったら買えるところがあって。 まあ60万なんでね、ニコンダイレクトはもうそのままの値段で来るので、まあ決済完了のボタンを押すときって6万の差って結構でかくて、まあ来月の請求、レンズ1本買えますもんね、6万差あれば。来月の請求が怖い。それこそ、ニッコール ZDX1228 の3.5からのね、レンズで PZVR がまあ買えるぐらいの価格じゃないですか、価格差がね、6万ってなると。まあ、決済、購入ってボタンを押すのは、 結構震えるぐらい高額な、まあ、カメラではあるんですけどもまあ安心を第一に考えたいですやっぱ高い買い物なんでねなので安心を第一に考えた結果まあニコンさんの商品をニコンさんから買ってねニコンダイレクトは結構その頑張ってくれてるウェブサイトだと思うのでウェブ通販だと思うのでまあニコンダイレクトを選びつつ内心は 6大特典がちょっと欲しいっていうところがあって、あの、釣られてしまった感は否めないです。ニコンさんのうまい、なんかファンビジネスに釣られてしまった感は否めないんです。もうせっかくならね、もう購入して、先ほどね、冒頭でお伝えした気分よく楽しく Z の8っていうものを買いたいと。で、楽しく迎えて撮影に導入したいっていうのが Z の8に対してあるので、私もそのキャプチャーとかでね、愛用する過去にも私のおすすめカメラアクセサリーなんかで紹介しているピークデザインさん。 の、まあ、テクポーチまあ、ガジェットポーチみたいなもんかなであったりとか、あとはスライドライトですね、カシャって、あの、まあ、ショルダー、肩掛けの、まあ、ストラップですわ。あの、カメラのね、ストラップであったりとか、ニコンダイレクトオリジナルステッカー、ニコンダイレクトオリジナルとか言われたらニコンファンたまらないじゃないですか。で、Z8 のピンバッジもついてくるとか、もう完璧なファンビジネスでございますね。もうなんか、推し活の一つちゃうか、みたいな形の扱いされますけど、まあ、このね、 オリジナルグッズっっってていうのが6大特典って言ったらいいんかな、まあ、その他にもポイントがついたりとかなんかまあニコンダイレクトさんの1万8000円やか、まあ、実質2万分弱ぐらいのポイントがついたりとかねまあちょっとニコンダイレクトさんで勝って胸厚やなっていうところがあってまあニコンダイレクトさんを選びましたとまあ世ではね推し勝つみたいな言葉があるようですけども私の推しカメラの人一つとして Z の8っていうのがまあ関わることを加わることは確実なので高額な カメラ買うんでね60万っていうので「元取るで」という精神でね「60万はもうこんなん全然元取ったよこのカメラで」っていうぐらいの精神で挑んでおこうかなと。なので正直その30分のね冒頭お伝えした作業短縮っていうものが数回続けば正直なところも60万の元なんて自分の命働ける時間を確保できた。 っていうところで仕事の品質を上げることができるっていうところを考えれば十分に60万の元取るなんてまっすぐやとは思うんですでもやっぱりまあ損益分岐乗り越えたっていう安心感は絶対どっかで欲しいので まあ楽しくね、撮影を続けていこうかと思います。私なりのまあ Z の8、えーと、購入したいよーっていう動画と、まあ、Z の8使ってて購入のまあ理由になった最後の背中をポンって押してくれたのは時間の短縮だったよとか効率化だったよっていう話と、で、ニコンファンミーティングに あの間接的に関わって当日現地入りしますっていう話とで詳細は別動画でもう一つあのお話しますのでえあとはまあそんなもんかな6大特典があるからニコンダイレクトで私は買いましたよとで Z の8っていうのはそうそう値下がりっていうものは見込めない今の状況的になのでもう先に買っちゃった方がいいかなっていうところをお伝えしました是非皆さんの Z8 に対する印象であったりとか逆に皆さんの推しカメラ まあ、ZFC とか DF が多そうやけどね。あの、推しカメラ、私はこれをおすすめするみたいなカメラがあれば、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。というか、ニコンファンミーティング、皆さん画面越しに会えたら嬉しいかなと思いつつ、また次の動画でね、お会いしてきればと思います。では、バイバイ